動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。台風が凄まじいですね。九州にいる人は分かりますけど、まあでもなんかもう一個台風来てるらしいから、本州の人もちょっと危ないじゃないかななんて感じしますけどね。まあ何せよこの時期は強い風雨、台風の時期でございますので、皆様警戒を怠ることなく、生活してほしいなと思いますけどもね。まあただどうしようもない時はありますんで、まあそういう時は本当に昨日も言いましたけど、無理をしないでいただきたいと思います。今日無理するというよりはなんかそこまで強くはなかったんで、まあまあいいかなっていう感じで行けましたし、まあ普通に通勤もできたんでよかったんですけど、まあなんか今日の夜あたり、もう今時期ですよね、今時期が一番激しいっていうことなんでね、まあ家の中にこもってたいなと思いますけども、まあ結局明日は仕事行かないといけないですから、まあそれはもうしゃあないなと思いますけど、ただね、道路はちょっとどうなってんのか、なんか飛んできてたりとかすると走れなかったりとか、走行の邪魔になったりしますんでね、その辺が気になるなって思いますね。電車だとさ、ちゃんとその辺通行止めですよとかで出るけど、車だとそうはいきませんからね。なんかそこら辺が車通勤のめんどくさいところだなと思う次第でございます。はい、ちゅうことで、まあめんどくさいというか目を背けちゃいけないなと思うお話はこちらでございます。観測史上最小に南極の海氷面積後戻りできない限界近づく。世界的な気温上昇の結果、南極の海氷面積が今年観測史上最小に縮小した。研究者はこの損失を取り戻す速攻の解決策はないとしている。フロンティアズ・イン・エンバイロメンタル・サイエンス誌に発表された研究論文によると、南極の海氷面積は昨年最も縮小する夏、過去2月の、そうですね、2月が夏ですね、逆ですので、南半球でございますので、の2月の面積が1978年の衛星観測開始後初めて200万平方キロメートルを下回っていたが、今年はさらに減少し過去最小を更新した。論文の共著者の一人であるリーズ大学のアンナ・ホック教授は、この状況が改善するには数世紀とは言わないまでも数十年はかかるだろうと述べ、即効性のある改善策はないと指摘した。ニュージーランドのビクトリア大学ウェリントン南極研究センターのディレクター、ティム・ナイシュ氏によると、今年の海氷面積は、過去40年の平均値を 20% 下回る。その規模はニュージーランドの面積の10倍近くに相当する。いくつかのケースで限界に近づいている。一度それを越すと不可逆的な変化につながり、将来の世代が食い止められない結果をもたらすだろうとナイシュ氏は述べた。化石燃料の燃焼が加速させる地球温暖化は、南極大陸を極端な減少に対してより脆弱にさせ、その影響は事実上確実に悪化すると論文は指摘したということでございます。まあ本当に、まあ、化石燃料だけではないと思うんですけども、いろんな状況感がで、地球上のね、温度が上がって、で、まあ、地上はその37度とか、なんかそういう気温とかになってますけども、まあ、なかなかね、地上にいない人間にとって海の中の影響だったりとかっていうのは分かりかねるところだと思うんですけども、実際に海面の温度っていうのは上がってますし、だからそれで魚だったりとか、あとは海の動物にどういう影響があるのかっていうのはちょっと研究が進んでないですよね。で、まあ顕著なのが南極の氷、海氷が減ってるっていう事実でございますけども、さあさあ、じゃあこの後っていうか、今現在人間たちはどうすればいいのかっていうことはもう本当に待ったなしの状況でございますし、僕もね、将来的には南極行きたいなと思ってます。ただまあそういう状況によって、南極で雨が降ったりとかしてペンギンが大量に死んでるシーンを僕が目撃するのは辛すぎますのでね、何か自分でもできることはないのかなと今も探し続けておりますし、まあまあ世界中でそうなればいいななんて思っておりますということでございまして、今日のニュースは南極の海氷面積後戻りできない限界にということでございました。